さあ、後ろのですね、蜂をモチーフにしたこのキャラクターなんですけども、はい、どういった思いでこういったキャラクターを描こうと思ったんですか？どんな思いが込められてるんですか？球団の名前を最初に聞いた時に、B が蜂の B とボンゴの B ということを聞いていたので、球団のキャラクターはロゴにするときに蜂にしようと決めました。そしてリングスという丸という意味があったので、蜂の背景に緑の丸を、大分といえば緑だというイメージがあったので緑の丸を入れました。そして文字は蜂のイメージを出したいと思って白黒と黄色で揃えました。でキャラクターは新しくできる球団ということで、元気にやんちゃっぽく作りたいと思って、少しいたずらっぽい表情にするのを心がけました。はい、ね、いろんな思いとかね、込められたこのキャラクターなんですけども、これもチームと一緒にね、たくさん皆さん目にしていくと思います。またいろんなグッズなんかにもね、使われると思いますので、ぜひですね、このキャラクターも皆さん愛していただきたいと思うんですが、実はですね、まだ名前が決まってないんですよね。はい、はい、そうなんです。この名前はですね、皆さんから募集をして、そして決定していこうということになっております。募集要項はですね、オフィシャルページに掲載しているということですので、ぜひ皆さんこのね、キャラクターを見てインスピレーションで、あ、こんな名前がいいな、こんな名前が愛されるんじゃないかなっていうのを思いついたら、ぜひオフィシャルホームページの方からですね、応募していただきたいと思います。こちら応募期間は3月7日までということですので、ぜひ応募の方お願いいたします。これね、応募すると結構ですね、すごいんですよ。ですね、名付け親特典ということで、大分Bリングスの公式グッズの贈呈、タオルとかキーホルダー、メガホン、ボールペンなどなど、プラス観戦チケット5試合分、もついてきて、そしてなんと希望がある場合は始球式も、こういった権利もゲットできるということですので、たくさんね、お子さんとかね、大人、老若男女関係ありませんので、ぜひいろんな名前、こんな名前がいいんじゃないかなっていうのがありましたら、3月7日までホームページの方から応募よろしくお願いいたします。さあ、ということで可愛らしいですね、キャラクター作っていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。